防衛省が新たなコンセプトを元として建造を進めている海上自衛隊護衛艦である最上型護衛艦の9番艦 FFM9 の命名進水式が、2024年6月24日に長崎県長崎市にある三菱重工業長崎造船所で執り行われ、名取と命名されたよ。同造船所の建神第一ドックで実施された式典には関係者約200名が出席し、木原稔防衛省が室内を切断すると船首のくす玉が割れて、花火や汽笛が鳴り響く中名取は無事に浸水したぜ。今回はそんな最上型護衛艦9番艦名取が浸水した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、発表した海上幕僚監部広報室によると、名取はこの先偽装工事が進められ、様々な性能試験が実施された後、2025年度令和7年度中の収益が予定されているんだ。名取という艦名は宮城県の仙台市や名取市を流れて太平洋に駐でいる一級河川、名取川に由来して名付けられたもので、海上自衛隊内での募集から決定されたんだって。旧日本海軍においても長良型軽巡洋艦の3番艦が名取と命名されていて、旧海軍以来この名を受け継いだ日本の艦艇としては2代目となるが、海上自衛隊護衛艦の艦名としては初めてとなるな。最上型護衛艦はこれまで2年間2隻ずつというハイペースで建造が進められていて、今回名取を浸水させた三菱重工業長崎造船所と、元三井 E&S 造船玉の艦船工場だった三菱重工業マリタイムシステムズの、三つの造船所で2027年度令和9年まで22隻が収益する計画だぜ。最上型の艦名はこれまでに収益した1番艦最上 FFM1 に山形県を流れる最上川から命名されたのを皮切りに、以降2番艦熊野 FFM2、3番艦の城 FFM3、4番艦三熊 FFM4、5番艦矢萩 FFM5、6番艦阿賀野 FFM6 と続き、現在偽装工事が進められている7番艦仁淀 FFM7 と、8番艦湧別 FFM8 にも日本国内の一級河川から命名されていて、今後建造予定の11番艦と12番艦にも河川名が名付けられると見られているよ。これらの最上型護衛艦の艦名のうち、8番艦湧別だけが旧日本海軍での命名実績がなく戦後の海上自衛隊で初めて使用されたが、他の艦名については旧日本海軍の軽巡洋艦に使われていた河川名がひらがなで使用されてきたんだ。なお、旧日本海軍において重巡洋艦には山岳名が付けられるのが常であったが、最上型重巡洋艦最上、熊野、三熊及び鈴屋と利根型重巡洋艦利根、菊間には、通常軽巡洋艦の艦名に使用される河川名が付けられているな。これは1930年昭和5年に締結されたロンドン海軍軍縮会議において世界各国海軍の重巡洋艦の保有トン数が制限されたことを受けたもので、これらについては有事の際には四方を60口径3連式 15.5 センチ3連装砲から、50口径 20.3 センチ連装砲等からに変更し、重巡洋艦として運用することを計画して建造されたためらしい。最上型護衛艦はこれまでの護衛艦の建艦構想とは一線を画した新艦種として、近年日本の近海において増大しつつある情報収集や警戒監視任務に対応可能な艦種の必要性が増したことと、護衛隊軍に所属しない護衛隊の増加と退役が予定されている護衛艦を補いつつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力向上と船体のコンパクト化と消費とかを両立させた新型艦艇として計画されたわけだね。艦種記号については、計画においてその艦体規模が3000トン級であることが明らかにされて諸外国において同級艦種である、フリゲート FF を元に考えられ、多機能性を意味するマルチパーパスと、これまで掃海艇が担当していた機雷船にも対応可能な艦種であることから、機雷のマインの頭文字 M を取って付けて FFM という新しい艦種記号が付与されているよ。海上自衛隊でフリゲートが運用されるのは、太平洋戦争後発足した直後にアメリカ海軍から、タコマ級フリゲートが貸与されたことにまで遡り、それらはクス型護衛艦として配備されたんだ。クス
スカタ護衛艦の最後に退役したのはアメリカ海軍でサンペドロとして運用されていたカヤで、カヤが退役した1972年3月以来50年ぶりにフリゲートが海上自衛隊に登場したことになるな。最上カタ護衛艦は当初、3000トン級のコンパクトな艦となる計画であったが、多様な任務に対応するために次第に大型化して行き最終的には3割ほど大型化し、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルの艦隊となったよ。搭載される機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載により、7万馬力を発揮することで最大速力は30ノットとなっているね。兵装は主砲に62口径5インチ砲127ミリ単装砲が搭載されていて、この砲は、RIM116C ラム近接防空ミサイルシステムとともに対空兵器としても使用可能なんだって。また、17式艦対艦誘導弾 SSM24 連装発射等2機が搭載され、この攻撃管制装置として、艦対艦ミサイル艦上装置3型 SSMS3 が後日に搭載されるものと見られているな。この他に対小型水上艦艇に対応する兵装として、日本製鋼所が開発した国産の遠隔操作型、水上艦艇用機関銃か RWS12.7mm 機関銃装備型を2機搭載しているぜ。対潜水艦用兵装として324mm3 連装単魚雷発射艦が2機搭載されているが、その他にも最上型護衛艦には対潜兵装として MK41 垂直発射システム VLS が16セル後日装備とされていて、それらには日本版アスロックとも言われている丸7式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定らしい。また、FFM の M の由来の一つである機雷戦に対応する兵装として、対機雷戦ソナーシステム OQ91 が搭載されて、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV を搭載して運用できる能力を持ち、従来は掃海艇が担っていた対機雷戦能力を最上型護衛艦が引き継ぐとともに、将来において発生が危惧されている南西諸島や先島諸島などでの島嶼戦に際して、対機雷戦を含む水陸両用作戦を遂行する艦として期待されているね。また、最上型護衛艦の外観上の大きな特徴はレーダー反射断面積 RCS を低減させるために、船体と上部構造に傾斜角が付され、前甲板からのナックルラインが飛行甲板下の後端まで続いていることのほか、これまで上甲板の前甲板に設置されていた糖尿病関連装置が艦内に配置されていたり、上部構造物が左右両舷に張りして上甲板暴露部の通路が廃止されていたりしていることなどがあるんだって。そして最も目を引くのは、艦橋頂き部に設置された統合マストのラ50複合通信空中線で、その形状からユニコーンユナイテッドコンバインドレイディオアンテナ、ユニコーン、とも呼ばれる簡素で電波反射が少ない円柱状のモジュールだよ。その統合マストの中は各システムが電波干渉を受けないよう配置され、マストの基部と船体との接合部の電気配線接続が容易な構造となっているため、整備や故障時にパーツ交換や整備などが実施しやすくなっているみたい。C4ISR については、艦船運航システム艦船維持管理システム艦内外通信システム指揮統制システム、各種武器システムなどにおいて開かれたオープンアーキテクチャ OA 化が進められ、標準化されたネットワークシステムに組み込まれて構成され、戦闘式助 CIC では360度、ディスプレイで囲まれた円形になっていて、表示される情報を自由に設定できるぜ。このことにより戦闘管制だけでなく運航操舵各種機器管理なども CIC で一元化する。トータルシップコントロールシステム TSCS が採用され、消費とか情報に役立っているわけだ。消費とかが図られた最上方においてはクルー制が導入され、最上方護衛艦3隻に対して4組のクルーが配備され、常時3組が任務につき1組を休養させるローテーションが組まれているらしいな。このことによって、検査修理期間以外での艦の停泊期間を短縮し、
艦艇の運用効率を向上させることができるとされ、海上自衛隊の人員不足解消への貢献が期待されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。